フィリピン人との結婚で気をつけることは何？慣習？金銭面？日本人同士の結婚でも注意点はたくさんあるのに、身近とはいえ外国人であるフィリピン人との結婚で気をつけることとなればさらに増えるはず。そこで今回はフィリピン人との結婚の際に気をつけることについて語りたい。フィリピン人との結婚で気をつけることはこれ。離婚経験者が語る。フィリピン人との結婚で気をつけなければいけないことといえば、大きく分けて下記の通り。宗教の違い、生活スタイルの違い、言語の違い、お金のこと、周りの目。ちなみに俺の周りの話では、結婚してすぐに奥さんがフィリピンに帰ってしまい、仕送りだけを続けていた人がいた。彼も最初はすぐに一緒に暮らせるはずと頑張っていたようだが、全くその兆しがなく、徐々に耐えられなくなり結局離婚してしまった。やはり結婚後の生活スタイルについては事前に話し合っておくべきだと彼は語ってくれた。フィリピン人と結婚する男のタイプを見てみよう。日本人とは無理？ところで、フィリピン人と結婚する男性はどんな人が多いのだろうか。これは俺の主観もあるが、やはり経済力のある人、度重なるお金の無心に対応できる人でなければ難しいからだ。性格的な面で言えば、愛情をストレートに注いでくれることを望んでいる人が多いように思う。日本人と結婚できなかったからフィリピン人と結婚したなんて言われてしまうこともあるようだが、彼女たちの愛情深さや一途に惚れ込んでしまった人というタイプや、単純に見た目がタイプだったからという人もいて、必ずしも日本人と結婚できないからフィリピン人と結婚したというわけではない。フィリピン人との結婚はなぜ失敗率が高い？後悔したことは何？フィリピン人と結婚する日本人が多い一方で、離婚する率も残念ながら非常に高い。なぜ失敗してしまうかというと、やはり先日の5つの理由が主なものを占めている。いわゆる国際結婚あるあるだが、中でもお金の問題は周りの目、特に大きな問題と俺自身思う。ご存知の方も多いと思うが、フィリピンは家族思いで知られていて、家族にいるために仕送りをすることが多く、あなたが働いていたお金が仕送りに回すこともある。そうなった時、やはりある程度経済力に余裕がある人ではないとフィリピン人との結婚は難しいだろう。フィリピン人と結婚した多くの人が仕送りの頻度が増えてくると不満がたまり、結婚を後悔してくる人が多い。またそういったマイナスのイメージをフィリピン人に対して持っている人が多いので、フィリピン人との結婚となると周りから冷ややかな目で見られることもある。せっかく結婚するなら周りからの理解も得たいところ。フィリピン人との結婚は何が難しい？日本人との生活の違いは？フィリピン人との日本人の生活の違いはどういったものが多いだろうか。一番大きな違いが宗教に関するもの。フィリピンではキリスト教を信仰している人が多い。日本人は無宗教や仏教を信仰している人が多いので、相手の宗教に合わせてなると一苦労。またフィリピン人の公用語は英語とタガログ語。お互い英語が得意であれば問題がないが、どちらかが苦手だったりするとコミュニケーション不足となったり、細かいニュアンスが伝わらなかったりとすれ違いが生じることもある。どちらかの国で暮らすということになれば、一方に負担がかかってしまう可能性も。相手が辛くないようにサポートしてあげる環境づくりも必要となるだろう。フィリピン人と結婚するなら費用はどのくらい？何にお金がかける？フィリピン人と結婚した場合の生活費はどれくらいかかるだろうか。これはあなたが日本に住むか、フィリピンに住むか、その他の国に住むかで違ってくるような。日本に住むならそれ相応のお金がかかるわ。フィリピンに住む場合は地方都市なら月数万円、10万円もあれば豪華な暮らしができるだろう。ちなみにフィリピン人のお金の使い道は、家賃や光熱費などの支払い以外だとクレジットカードの支払いや家族との食事などでお金を多く使う傾向にあるようだ。フィリピンでは結婚年齢の平均は、結婚適齢期は日本よりも早い？フィリピン人の結婚年齢の平均はどれくらいなんだろうか。少し前のデータになれば6年ほど前で25歳前後。フィリピンでは女性が家計を支えていることもあって、年々少しずつではあるが遅くなってきている。とは言っても日本よりはだいぶ早いようだが、いかがだっただろうか。フィリピン人と結婚するにはいろいろと大変なことも多いようだ。それでもお互いに歩み寄って問題を乗り越えられれば、きっと素敵な結婚生活が送れるはず。この記事がこれからの結婚を考えている方の参考になれば嬉しい。
フィリピン妻とのトラブルでフィリピン女性の本気を目にしたのはクロアチアのドブロブニクの滞在中に同じマザコンの少女